俺は幽霊なんかは見たことがないし、見たことがないから信じていなかったけど、この件があって以来、物がつくということはあるんじゃないだろうか、と思うようになった。真夜中で、しかも暗い部屋の中での出来事なんで寝ぼけていたのかもしれないし、何かの見間違いかもしれないけど、次の日がお休みだったんで、その日は部屋で夜中まで DVD を見ていた。嫁があまり好きじゃないジャンルの映画だったので、嫁は先に寝室で寝ていた。日本館終わったら相当遅くなってしまっていたので、寝室に行き、嫁の隣に敷いてあった布団に入り込んで目をつぶったんだが、映画で興奮していたせいかなかなか寝つけない。それでも30分ほどしてうつらうつらし始めたその時、隣の雰囲気がいつもと違うことに気がついた。寝る時はグースカグースカうるさい嫁が、今日はなぜか妙に静かだ。嫁の方に寝返りを打って薄目を開けて様子を見ようとしたら、まるでそれを待っていたかのようなタイミングで両肩をガッと掴まれた。びっくりして目を開けると、俺の両肩を掴んだ状態で嫁が強烈にエビ反ってた。シャチホコみたいに相当強烈にエビ反っているせいか、顔は全く見えない。おいおい寝ぼけるにも程があるだろうと思った次の瞬間、うん、ぐしゃっつ。最初は何が起こったのかわからなかったけど、襲ってくる激痛と目の前に広がる火花で、嫁が自分の頭を俺に向かって思いっきり叩きつけているということがわかった。しばらく目が開けられなかったが、痛みをこらえながら嫁の方を見ると、なんとさっき以上にエビ反っていて、後ずさりする俺の両肩をまたも思いっきり掴んできた。こちらが向こうの顔が見えないということは、向こうだってこちらの様子は見えないはずなのに、不思議なことに全く迷うことなく俺の両肩を探し当てていた。ちょ、ま、うん、ふぐしゃっつ。二度目は本当に聞いた。意識が遠のいた。これ以上やられたら死ぬ。嫁も死ぬ。なおもエビ反って勢いをつけようとする嫁の顎を下からつかみ、やめろを、と思いっきり押し込んだ。ゴン、と鈍い音がして、嫁の体から力が抜ける。後ろの柱に頭をぶつけたようだ。痛む頭を押さえつつ、電気をつけて嫁の方を見ると、白目を向いて、口をパクパクしながら痙攣していた。口の動きは何かを言っているようにも見えたが、言葉は発していなかった。おい、大丈夫か。嫁をゆすりながら急いで119番。救急車が来るまで10分ほどかかったが、その頃には嫁の様子もだいぶ落ち着いていた。夫婦の妻の方の頭の前と後ろに打撲跡。最初 DV を疑われたが、こっちにもでっかいタンコブが残ってる。嫁の付き合い始めてこれまで一度も手を挙げられたことなんてないの一言もあり、夫婦ともども寝ぼけていたんだろうということになった。かなり強く頭を打ちつけ合ったが、幸い2人とも脳などに異常はなかった。もちろん嫁は何一つ覚えていなかった。それからしばらくは嫁の横で寝るのが怖かったが、あんなことは結局それ一回っきりだったし、嫁にきっと寝ぼけてたんだよ、ごめんよ、などと謝られると、それ以上避けるのも悪い気がした。ただ今でものけぞっている時はどんな顔だったんだろうとか、電気をつけた時なんて言ってたんだろうなんて考え出してしまうと、布団の中で少し嫁から距離を取ってしまう。